皆さん、こんにちは。本日は空間ベクトルの活用をやっていきたいと思います。AB を通る直線 L の、えー、点 P において、O と P を結ぶ M と L が直交するということで、その時に P の座標を求めようということなので、まずこの問題、条件整理していきましょう。はい、えー、今回どういう条件あるかと言いますと、まずは M と L が直交とあります。ということは、この直交ということで、M を作る OP と、えー、この L を作る、はい、 ab, これの内積が0になります。はい。で、次に p が l 乗というふうに言ってます。ということは、まあ、l ね、そもそも l は ab 乗ですので、はい、abp が一直線乗っていうのがわかります。つまり ap ベクトルイコール kab ベクトル、この式が成り,ます成り立ちます。 では、この2つを使ってということで、はい、実際に P、こんな感じで座標を置いてあげることによって、まず OP と AB が0ということわかりますので、はい、結局これ計算、はい、AB、B-A を計算してあげると、こんな感じで0。はい、これを式にすると、はい、4X プラス 4Y マイナス 4Z が0というのが1つ出てきます。 では、これ使ったところで、次の条件。はい。AP ベクトルイコール K 倍の AB ベクトルということなので、まあ、この計算してあげること。はい。AP ベクトルは、はい。P く A ですので、これで計算すると、はい。こんな感じの3つの式が成り立ちます。で、この3つの式、それぞれ丸1に代入することできますので、代入してあげることによって、こんな感じで K の値を求めてあげましょう。K が4分の1。 そしたら k が4分の1、さっきの x イコール 4k、y イコール 4k プラス1とかに代入することによって、x、y、z の値が出てきます。そしたら、はい、おしまい。p は1,2,3。こういうふうに答えることができます。はい、では早速、問い11の問題やってみてください。それでは、解説に移ります。問い11です。 AB と CH が垂直という条件ありますので、AB ベクトルと CH ベクトルの内積は0というのが成り立ちます。 ここで AB ベクトル CH ベクトルをそれぞれ成分で表すことを考えてあげると AB ベクトルはまあそのまま B の点引く A の点というふうに考えてあげてこんな感じにすることができます一方で CH ベクトルに関しては、はい、OH ベクトルマイナス OC ベクトルとすることができますここで OH ベクトルっていうのは OA ベクトルプラス AB を T 倍したものですねこんな感じで表すことができますのでこんな感じ引く OC ベクトルですので計算してあげるとこういった式を出すことができます そうすると、はい、それぞれ成分分かってますので、内積が0。つまり、X 座標同士の掛け算、Y 座標同士の掛け算、Z 座標同士の掛け算、という風にすることができます。で、これ全部、まあ3の倍数ですので、3で割り算してあげると、計算がちょっと楽になるでしょう。そうするとこんな感じにできて、はい、その結果、t は3分の2とすることができます。 そしたらもうこれで OH が求まります。OH。はい、もっともっと OH ベクトルは OA ベクトルプラス、今 T が3分の2ってできたので、3分の 2AB ベクトル。こんな感じにすることができますので、はい、成分計算してあげて、1、6、5。つまり H は1カンマ、6カンマ、5。こんな感じの答えが出てきます。本日は内積など条件に使った、まあ、活用方法についてやっていきました。こういった計算もしっかりと押さえておくと良いでしょう。それではまた次回お会いしましょう。 それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。